海外に向けたアニメ、海外にも通用するアニメ作品っていうのが多くなってきたときに、いや、それだったらスプリガンだろうと思って、改めてちょっといろんな機会ないかなといろんな人と動いてお話ししたりしている中で、今回ネットフリックスさんとデイビッドさんと、出会って話が進んだっていうのがきっかけですね。ああ、もう、あのタイトルしか出ないなと。もう頭の中にはスプリガンのもうそのタイトル一つだったって感じで、で、ネットフリックスさんに、ちょっとスプリガンどうかと思ってるんですけど、で、提案しましたら、いや、エイベックスさんからもスプリガンをやりたいっていう提案を受けているっていう、そのお話を聞かせていただきまして、スプリガンやりましょうかっていうお話になったっていう、はい、感じです。いや、来てしまったかと。心の中では、めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、うちの会社でレジェンド作品と呼ばれているうちの一つでもあるので、まあ、かなり大変なことになるんじゃないかなと。こう好きなようにやってくださいと。で、とにかく面白く派手に作ってくれれば、もう僕たちはそれが楽しみなんですっていうことをおっしゃっていただいて、ああ、なんかちょっとこう緊張して構えてた自分がバカだったなって思うぐらい、すごく楽しんで、まあ、いらっしゃってたんで、いや、本当嬉しかったですね。はい。先生とお会いしておっしゃっていただいたことで記憶残ってるのが、大事な子供は子供なんだけど、もう成人して大人になった子供だから、お任せしますっていうお言葉をいただいたのすごく覚えてますね。ああ、そうですね。はい。まず原作愛が本当強くて、もう万難を排してでも参加したいって言ってくださったのが、まずキャラクターデザインの半田さん。なんか本当にこの作品をこのアニメ業界でやって自分の代表作にしたいっていうほど、すごくその原作愛があって、どこでうちで企画を持ってるっていうのは知ったかわからないんですけど、本当にデイビッドでやるんだよねっていきなりご連絡があったっていうぐらい、原作愛の強い方でしたね。で、サブキャラクターデザインと半田さんと一緒に創作監督やってくれた内藤さんも原作が好きで、うちでスプリガンをやるっていう噂をどこからか気づけてご連絡をいただいた。で、あと、全話数でエフェクトアニメーションをやってもらった橋本さんっていうすごくスーパーアニメーターの方いらっしゃるんですけど、その方も、どこからともなくうちでやると聞きつけてっていう、なんか本当にうち全然公言してないのにどうしてみんな知ってるんだろうみたいな形で、あとやっぱりプロダクションデザインに JNT ヘッドさんを起用できたことがやっぱすごく大きかったかなと思いまして、その JNT さんにその U のアーマードマッスルスーツであるとか、あとはその敵として出てくるバーサーカーとかを書いていただいたんですけど、やっぱそのデザインが素晴らしく良くて、本当にその両先生が作り上げてくださった世界観をまさに令和版にそのグレードアップではないですけど拡張できたんじゃないのかなっていうふうに思います。吉野がちょっと口寄せをするシーンで、そこもうちょっと呪文を唱えたりとか、その日本の、オリエンタルな呪術的な要素を、ここもうちょっと、押し出してやると、なんか世界の人もなんかちょっとロマンを感じてくださるんじゃないのかなとか、なんかそんな風に思って、やっぱり原作をより拡張するようなアイデアはどうかっていう、それをなおかつ世界に向けてやるにはどうしたらいいかっていうのを考えてましたね。音楽部分かな。今回作家を岩崎大成さんにお願いしてるんですけど、彼とちょっとハリウッド的な音楽にしたいねっていうところから始まって、世界を意識した音楽作りっていうのはやったかなと。あと主題歌もオープニングエンディングともに英語歌詞で、全編英語歌詞でいこうっていうところも最初から考えたので、その辺はそうですね、せっかく全世界に向けて配信、全世界で見てもらえるアニメっていうところは意識した音楽作りになったかなとは思いました。はい。お見苗優に関しては、全員分、しっかり聞かせていただいた中で、この人しかいないなって、なんか自分の中でもすぐに、この人だけっていうので、小林さんにすごい頭が、中でも、もう脳内再生もバチッとハマって、決まったかな、自分の中でもっていうのは思いました。で、あざかみさんのジャンももちろんそうっすね。そんな感じで、本当に僕の勝手に再生してた声と合っていったっていう印象はありました。
たね。いやもう大郷さんがずっとフォスターは大塚さんだとそうですね、大塚明夫さんしかないと。大塚明夫さんをフォスターで使いたいんだっていう、全く違和感なかったですねちょっとあの僕の個人的な思いというのもあるんですけど、やっぱりその旧劇場版に出られた方にもそのすごくなんかこちらの作品になんか登板していただきたいなっていう思いがありまして、龍の師匠のおぼろに小安さんに、お願いしたっていう経緯がありますね。あのスーツはすごくこだわって作っていただいてるなっていうふうに思ってまして、お見苗がこうまあその力を発動する時みたいな時に、あのおなんかこう見てるこっちもすごいこうなんでしょう、一緒にテンション上がってくる感じがするんで、まあそういうところにもちょっと注目していただければなっていう感じですかね。一方でやっぱりアニメーションの場合ひたすら書いていくとか作っていかないといけないので、あのやっぱり基本的には省略していくことにやっぱりどうしてもなっていくのですけど、スプリガンだとやっぱりそのミリタリーのところの要素をオミットしていくと本当にあの良さがなくなってくるので、まあ、CG でベースのキャラクターを作りつつ、表情であるとか、というところを作画手書きのアニメーションでやっていくと。なので 3D とあの手書きのアニメーションをあのどこから作画でどこから CG かわからないように融合しようというのをちょっとあの企みとして考えていて、マッスルスーツをあの JNT ヘッドさんにもうスーパーディティールで描いていただき、かつあの半田さんの方のキャラクターの表情の魅力っていうのをちょっと混ぜていくみたいなところをチャレンジしました。最初に結構色がついたのが中盤のヘリコプターの中での会話シーンだったんですけど、非常にみんな俺どこまで作画だったっけっていうぐらいすごくCG のキャラクターと作画のキャラクターがうまくマッチングできたっていうところがあって、すごいそこがうまくできたっていうのはすごい印象残ってますね。同じ1話で言うと、あとはアバン のスプリンクラーがシャーって降ってきていて、ちょっと全体的にオレンジ色の照明で焚かれている中で、おみなゆが銃構えるところのシーンとか、そういうところも見て本当すごいな、でも本当に CG とあの作画と分かんないなっていうのは監督にもすごいっすねって思わず言っちゃったシーンですね。あれは一つはミリタリーアクションで、もう一つは最後は拳で殴り合うっていう怠慢なアクションの2つかなと。で、前者のミリタリーアクションはですね、軍事交渉の方にもすごく入っていただいて、本当に銃の構え方から所作まで本当に付きっきりで指導していただいて、非常にその軍事交渉的なところもいろいろ頑張りました。で、タイマーアクションに関してはですね、やっぱりその尾峰君って言っても等身大の高校生なので、やっぱり監督の小林さんがおっしゃってたのが、スーパーヒーローしすぎないこと。やっぱりそのアーマードマッスルスーツを着てるので、通常人間よりはすごい身体能力を持ってるんですけど、やっぱあくまで等身大の生身の人間としてのアクションの力強さっていうのを表現したいとおっしゃってたので、そこをすごく CG チームサッカーチームともに不審したところなので、この2つのアクション、ミリタリーと、まあ、タイムアクション、最後は拳で一発殴るっていうところをちょっとぜひ楽しんでもらえると嬉しいなと思います。アクションってここまでいろいろと言ってきているので、あえてアクションじゃないところで言うと学校の風景かなと。お見合いの学校の風景、やっぱお見合いがとても大事にしている学校生活、学生生活っていうものを今回まあ多少なりとも描いている箇所はあるので、まあ、そういうところをお見合いが大切にしているものってどんな生活なのかなっていうのを見てもらえると嬉しいなと思います。あえて言うならば、モルハとボーのブベラ感みたいな、本当に声優さんが熱演をしてくださったので、まあ、いかにこう優にやられるかってところはすごく楽しみにしていただいてもいいんじゃないかと思います。本当にもうアフレコ会場でもう忍び笑いが漏れるぐらいの感じだったので、はい、そこはもう期待してほしいと思います。映像もそうですし役者さんの演技もそうなんですけれども、この作品をさらに一層派手にというか素晴らしく演出している音楽面も耳にしていただければなと思います。はい、
アーマードマッスルスーツの表現であるとか、その、敵で出てくるマシナーズプラトゥーンのデザインの変遷であるとか、まあ、そういったのを見ていただくっていうのもすごくその原作と比べて楽しんでいただけるポイントなのかなっていうふうに思います。全部で6エピソードあるんですけど、最後のエピソードの後にちょっと秘密のエピソードがありますので、最後まで見てもらえると良いかなと思ってます。この作品を見たり読んだりすることで、その世界への興味を持ってほしいなと、まあ、ちょっと大ごとに聞こえちゃうかもしれないんですけども、それは今本当に思いますね。てめえは神様じゃねえ、人間だ。違う、俺たち人間の未来は俺たち人間が決めんだよ。違う、俺の弾は新幹線より速いぜ。放出します。退職姿勢を取ってください。時速400キロだ。